ビッグフットはアメリカ合衆国で目撃される馬、または同種の馬の総称である。先住民の間に伝わるサスクワッチ、サスカッチと同一視される場合もある。身長は2から6メートル、体重は200から350キログラム。二足歩行し、歩幅は1から1.5メートル。足跡は大きなもので約47センチメートル。筋骨隆々で全身に褐色。 または、灰色の毛が密生している。顔には、毛が生えておらず、鼻が低く、目が落ちくぼんでいる。強烈な体臭を放つとされる。エンジンやギガントピテクスの生き残りなどの説が挙げられているが、実在については、アマチュア、学会問わず、長年の論争がある。アメリカでは広範囲にわたって、ビッグフットの足跡が報告されており、その石膏型は膨大な数に上っている。 学会での巧妙なビッグフット実在論者には、アイナ保州立大学の解剖学、人類学准教授のジェフリー・メルドラムがいる。メルドラムは、ビッグフットについて、私は、科学的な証拠によって、この未確認生物が実在していることを、確信していますと述べている。否定派の意見としては、北、アメリカに生息する灰色イイマの5人や、 表現ではないかとの見解が多数を占めている。エンジン説にしても、北、アメリカにエンジンが渡ってきた、化石証拠はなく、説としては、論拠が乏しい。1840年、ワシントン州スポケーンの白人宣教師が、アメリカインディアンの間に伝わる、毛深い巨人についての話を記録している。その巨人は鮭を盗み、強烈な匂いを残して去っていくとされる。 カナダ西海岸部のインディアン部族は同様の生物をサスクワッチ、サスカッチなどと呼んで、現在でも聖なる生き物としている。しかし、それが近年目撃されている馬としてのビッグフットと同一のものを指すのかは不明である。サスクワッチはコーイチャン族、またはチェハリス族の呼び名で、その意味については諸説あり、ウェンディごとの関連を指摘する説もある。 サリシ族による呼び名のサクスケックは人に似た動物という意味である。北米での目撃報告の分布図1967年10月20日、元カウボーイのロジャーパターソンと友人のロバート・ギムリンの二人がカリフォルニア州ブラフ・クリークでサスカッチの探索中に山中でメスのサスカッチに遭遇し歩きながらカメラに向かって振り向くビッグフットの姿を カラーの8ト、mm、ルフィルムで撮影した。これが俗に言うパターソン・ギムリンフィルムである。しかし、この映像については多くの疑念が持たれている。後に、長身の男性が着ぐるみ衣装でビッグフットを演じたと告白した。しかし、雑誌、ムーの第5代目編集長、三上武晴によると、この告白は本人より嘘だったと後に証言されており、 本物の獣人で映像の体つきから胸部分がチブサのように見えることからメスであると武田哲也司会の昭和は輝いていたで語っていた。遺族が生前に鉄像と聞かされていたと公表した一方で撮影者はそれを否定しており映像の真偽については論争が続いている。ビッグフット研究の第一人者と目されるジェフリー・メルドラムは鉄像説を取ってはいない。 ありがとうございます。